イスラム組織ハマスの掃討作戦を続けるイスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザの各地を空爆し、北部ベイトラヒアではおよそ70人が死亡しました。イスラエル軍による空爆でガザ中部マガジでは11人が犠牲となったほか、北部のシャティ難民キャンプでは7人が死亡しました。また北部ベイトラヒアでは住宅街に空爆を受け、およそ70人が死亡し、けが人は数十人に上っています。イスラエルは17日にハマスの最高指導者シンワール氏の殺害を発表しましたが、その後もガザ各地でハマスの掃討作戦を強化しています。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は19日、自身の私邸を標的にしたとみられるドローン攻撃を受け声明を発表し、レバノンの新イラン民兵組織ヒズボラによる自身や妻への暗殺未遂だったとして報復を宣言しました。